むき出しの壁がまたかっこいいこと。なんだこれ。むき出しの壁がまたかっこいいこと。なんだこれ。ドープガバリです。今回は、先週ですね、ベルリンに行ってきたんですけれども、その時の様子をお伝えいたします。はい、1軒目に紹介するお店はこちらです。ブーストアさんっていうお店で、そうですね、結構ハイプ系な感じでしょうかね。言っちゃえば、ラフシモンズが売ってたりとか、はい、あとはまあなんだろう、雰囲気がすごい、綺麗な感じというか、かっこいいっすね、お店も。すごいかっこよかったです。この斬新なデザインの、この左側のジャケットとかも、なんだろうな、すごいおしゃれでした、お店自体。むき出しの壁がね、またむちゃくちゃかっこよかったですね。こんなジャージとかもまたね、なんかこうお店にこれがあるだけで、雰囲気でこう、なんか全てがかっこよく見えちゃうっていう。なんかこのダサかっこいいブームのジャージ感もありますよね。最近日本で流行ってる。あとこのベイパーのなんかこう、網のやつとかあったですね。あとこの派手な、マップラの本体にアウトソールが、あれのやつよ。ベイパーのやつとか、あとこれが M2K テクノってやつだと思うんすけど、今日本でね、鬼のように流行ってるやつです。はい。これやっぱダットシューズ、の流れとかではあるかと思うんですけど、はい、やっぱりこう置いてあるものが結構日本に置いてあるものに似てたっすね。ほぼほぼ一緒なのかな、まあわかんないですけど。あとこれがモナークですね。あとこちらがマックス97かな。はい、これとかもねかっこいい。でこれはまあ日本で売ってたやつですよね、あのマックス98の。あとこんなニューバランスのやつとかあったりして、なんだこれは。あとチャックテーラーですね、日本で、まあ、並行屋さんというかでやってるぐらいなもんで、ほとんどあんま見なくなっちゃったんですけど、85ユーロなんで、まあ、1ユーロ130円ぐらいなんで、まあ、大体1万ちょいぐらいですかね。あと、ベイパーアクロニウムとか、あとこのランニングシューズ、ナイキの、これ僕が小5ぐらいの時に入ってたやつで懐かしかったですね。あと、このランニングシューズ、これもじわじわ着てるやつですよね。ちょっと名前わかんないですけど。ということでね、まあこのブーショップさん行ってきました。ブーストアさんが行ってきました。でこれ雰囲気がやっぱかっこいいですよね。なんだろうな、この雰囲気。むき出しの壁がまたかっこいいこと。なんだこれや、かっこよさは。って感じですね。まあそうですね、こんなおしゃれな店でね、お邪魔させていただいたんですけど、まあベルリンの靴屋さんこんな感じだったんだよー感でお伝えいたしました。またお時間ありましたら見ていただけたらと思います。以上です。